皆さんこんにちは。アクエリオエボル宣伝担当メディアファクトリーのミスティと申します。本日はですね、4月の25日から発売になりますアクエリオエボルのブルーレイ &DVD 1巻から9巻の全巻をですね、初回生産版ゲットした方が手に入れることができます。神話的世界で一つだけの画集、こちらを紹介すべく参上いたしました。早速ですね、サンプルが出来上がってますので、そちらを見ながら皆さんに紹介したいと思います。じゃーん、こちら結構ね、大きいんです。私の体と比べてもらうと大きさわかるかもしれないんですけど、 A3 サイズになってます。そしてこのハードカバー、硬い、はい、裏面もこのような感じになってますね。そして気になる中身、皆さん見たいですよね。そうですね、この中身なんですけど、180点の原画ですとか、様々なイラスト、アニメのシーンカット、それから設定集とか、いろんなものから皆さんが好きなものを選んで、36ページの、画集を作ることができます。じゃあ、このサンプルでちょっとね、ご覧いただければと思うんですけど、例えば、このようなキャラクターの書き下ろしイラスト。そして、こちらは、設定イラストですね。キャラクターの表情とか立ち絵のイラストとかが選ぶことができます。なんかね、皆さん見たことないようなイラストも多いと思うんですけど、これはアクエリオンですね。ロボットが気になる方はこのようなイラストもね、選ぶことができます。から、これがアニメのシーンカット。このような雑誌などに掲載された書き下ろしイラストも選ぶことができます。そうですね、あります。原画、もうこれこそ本当にレア、なかなか目にすることができないイラスト、ラッシュレードですね。そこはカイエン、このようなイラストも選ぶことができます。その他にもですね、いろんなイラストを選ぶことができるんですけど、例えば、エンディングイラストでですね、皆さん気になっているこちら、キャラクター原案の、クラウマさんが書き下ろしたこのようなイラストなども選ぶことができますね。もう皆さん気になっちゃいましたね。気になった方はまずは4月の25日に発売になりますブルーレイ &DVD ボリューム1をゲットしてください。初回生産版にはですね、こちらの画集をゲットするために必要な応募コードのほか、イベント優先販売申し込み券が入っています。こちらですね、8月の19日に ZEPP 東京で開催されます豪華キャスト出演のイベントとなっておりますので、ぜひ、そちらもチェックしてみてください。その他、ドラマ CD ですとか、書き下ろしイラストをあしらったトランプなど、特典盛りだくさんとなっております。ぜひぜひ、初回生産版をゲットしてください。アクエリオンエボル、今アニメの方は中盤に差し掛かってます。皆さんこれからも応援よろしくお願いいたします。Go! アクエリオン!